元プロ野球選手の松井秀喜氏、44歳、が7月17日、千葉県浦安市内で開催された、住友生命バイタリティメディア発表会に出席。自身の息子のサッカーボールを蹴る姿に、危機感を覚えていることを明かした。大切な人と一緒に運動することで、もっと健康に、そして幸せになっていただきたい、という思いを込めてす。記事全文を読む。